お世話になります。ひとりでございます。今回も視聴者さんからのご提案やっていきたいと思います。今現在ですね、オリジンフォルムのディアルガとの戦闘前の状態ですね。で、そいつってオリジンボールで、まあ捕まえるわけなんですよね。確定ゲットですね。じゃあそれがボックスいっぱい状態だったら、つまり放牧場はいっぱいの今の状態だったらどうなるのか、というね、ご提案いただきましたので、やっていきたいなと思います。もうあとはね、ただ、戦っていくだけです。捕まえていくだけです。まあすでにね、放牧場はいっぱいにしといたんでね、あらかじめ、まあ別の企画も兼ねてね、一石二鳥ってやつですね。オッケー。ウォロになんか言われたりしてないかな。別に大丈夫か。はい、買い物できるってだけね。はい、来た。さて、どうなるか行ってみましょう。まずここは抜けれるかな。大丈夫かな。ことぶき村を守るためには異物を排除せねばならぬ。お前にしろ、神殿のポケモンにしろ、そう考えてきてはお前は違うと教えてくれた。まあ別に、あ、戦い、望む覚悟を決めたか。行きます。無理かな。ダメって言われるかな。ピエンマメルさん、場が迎えに来たね。あー、これでも、大丈夫そうですね。普通に進んだっぽいね。オッケーオッケー。何かあれば支援するが、お前には無用であろう。オッケーオッケー。行きましたと。はい、普通に進みました。おしおしおし。じゃあ確定ゲットでどうなんだろう。もう方法ないよな、他に。まあ、戦っていきましょうか。別に特に用もないので、ここはスキップしますね。だってもう、放牧場いっぱい出てる状態で戦うの。わしは。この状態で戦うんだ。やだー、やめてー。アルセウス戦やったからね、私も強くなってるはずだよ。少しは上手くなってるはず。やだやだ、怖い。ああ、やっちった。やられた。よっしゃ、もう終わる。これで終わる。ちょっと疲れてて投げれない。あぶねえ。はい、ここは重要な場面ですよ。ここは飛ばしません。はい、オリジンボール。いいの、放牧場いっぱいの状態だったよ、ずっと。大丈夫それ。もうはみ出してんじゃん。じゃあ、放牧場の前にいたりするんじゃない、多分捕まえて。ちょっと待って、ちゃんと捕まえるシーンあるんだ。やめてよ、それは。困る、それ。マジでないわ。ボックスいっぱいのはずだよ。やめて、それ。どうなんの？拡張してくれんの？また、あの、収蔵が。ポーチ拡張みたいな感じで。勝手に。そのパターンか。いや、そのパターンあったな。一個だけ。はい、空が明けて。まあ、このあたりもう見る必要ないか、別に。飛ばそう、ここも。あ、放牧場はいっぱいです。ここでも出んの？どういうこと、どういうこと。今、あそこの場面で出んの。何あれ。ね、捕まえたの、捕まえたんだよね。捕まえたよな。捕獲成功です。オリジンボールに収まりました。何あれ。ムービーのとこに表示されんだ。さすがピエンマミレ君です。でも、意味ないの、あの表示。どういうこと。さすが自慢の後輩だ。捕まえたけど捕まえてないことになってんのか、これ。うむ。一応進んでるのか。クリアした設定で言ってんのか。皆の力を合わせることに乗り越えることができたのだ。お前が足引っ張ったんだけどね、一番。いや、あのムービー中の放牧場はいっぱいですシーンは結構貴重っすよね。いや、あそこ表示させなくてよくね？だって結局クリアできたんだから。どういう意図があるんだろう、あれ。表示したって何の意味もなくないか、あれ。ゲットできてないのかな、もしかして。はい、終わりました。Thank you for adventuring with us.アルセウスフォンが反応してる。あ、もしかして、放牧場がいっぱいだから。すべてのポケモンと出会え。いや、これ、あ、捕まってるね。今、捕まえた表示出たね。どうなってんの？時空の裂け目も消えて一件落着なら、まあいいや。オッケー。まあ、ここは普通か。いや、これどうなってんだ？単純に、もしかして増えてるパターン？あー、増えてるパターンだ！でもさ、ちょっと待って。じゃあ、あの表示何なの？あの、ムービー中に放牧場はいっぱいだって出てきたけど。あの表示、やった意味ある？いっぱいじゃないじゃん。